兵庫県道15号神戸三田線は、兵庫県神戸市市街地と神戸市北部、三田市方面を結ぶ県道である。別名有馬街道とも呼ばれ、六甲山系の北側を南北に通っている。阪神高速7号北神戸線と並走している、区間も多い。谷上駅周辺は、神戸電鉄有馬線の急線をそのままあたり県道に転用している。 北上急行電鉄の開業の際に、神戸電鉄谷上駅が東へ移転したのに伴う、もので、旧県道はそのまま残っている。美濃谷インターチェンジ付近神戸市北区、山田町下屋上麻池の内で撮影神戸市北区の、谷上駅周辺のロードサイド店舗群神戸市北区、山田町下屋上浅に勤いで、撮影単独区間の終点付近神戸市。 北区道上町草壁で撮影ありま街道、み森交差点ありま交差点ほぼ全線にわたり、神戸電鉄ありま線、三田線が並走しており、市街地もその駅を中心に作られている。岡城駅周辺は、イオン、藤原大店を中心にファミリーレストラン、自動車販売店、カー用品店などが集積している。商業地区は、怒りスーパーマーケットなどのある田尾寺駅付近の、 有野のインター交差点まで続く。他に大池駅の近くにはマックスバリュー阪神高速7号北神戸線美濃谷出入り口の近くにはスーパーマルハチがある。ありがとうございます。